Below の覚え方 Below で炎や煙のうねりとか大波のようにうねるとか自動詞だからアウトつくことが多いよみたいな、こういう風に使っています。 Hot ash and noxious gas billow out in a wave known as a pyroclastic surge, causing a huge amount of banknotes to billow out into the street. Notice if you're collapsing in the upper back body, see if you can billow up through the upper back body broad.That just sometimes it's just a gentle billow, and then other times it's like flapping. Dark brown and rust-colored dust clouds billow outwards, framed against a background of bright blue gas. Country, and as the clouds billow upon our country, let me remind you. On March 13, 2013, a billow of white smoke rose above the Sistine Chapel. And allows dark clouds to billow dramatically upward. From her mouth, and the voice continues to billow outward. これは SVL レベル12で、もちろんパスタには載ってませんと。で、語源を一応調べますと、お腹が膨らんだのベリーと親戚ですと。牛などが大声で鳴くとか吠えるの？ベローも親戚ですと。で、ベローは私作ってますと。でも、お腹が膨らむのベリーと親戚だったとはね、みたいなことでしょ、うん、そして、なぜバジェット、ね、なぜここに来てバジェット、まあ、バルジはわかるけど。まあ、バジェットは膨らむ、予算とかが膨らんじゃう感じかな。うん、ていうか、これ長枕のボルスターで、まあ、長枕で支えるのボルスターもこれ、俺作ってるよ。膨らむのバルジは SVL レベル10だけどまだ作ってないね。この単語具合から言って、でしかも SVL12 でしょ？おそらく究極の英単語だったらね、スルーコーナーに載ってると思うんだけどね、ちょっと見てみる？あ、スルーコーナーではなかったね。てっきりスルーコーナーに載ってると思ったけどね。これ大体使用頻度低そうだなって思うときってさ、究極の英単語スルーコーナーに載ってないこれ。これ。これ本当に。見るたんびにひどいですね、これはね。なんすか、これ。もう、これだけ見て何、赤シートで隠して覚えるって頭いかれてますよ、本当に。もう、私なんかもうね、もう、その赤シートなんか使わないから、もう赤シートどっか行っちゃったよ、もう。どこ行っちゃったよ、もう、ほんと、もう、やんなるちゃん。でも、要するにこうでしょ、赤シートなかったとしても、こうでしょ、うん。最悪でしょ何これ。ね、アブリーズ。アブリースみたいなことやってんでしょ？最悪でしょ、これ。で、例文もこれ。ひどい。ねえ。いつの時代ですか、これ。いつの時代、これ。戦前？戦中？っていうか、なんで一人一台スマホ持ってんのになんか、こうやって隠してやるかね。ほんと意味わかんないよね、うん。スマホでね、海外新聞のサイトとかから、例文見た方がいいですよって言ってんのに。うるさいっつってね。まだ戦争は終わってないんだみたいなことでしょ、そういう人たちって。まだ戦争は終わってないんだつって。このやり方が一番いいんだみたいな。接触回数だみたいな。ね、今日は説教多いですよ。なぜなら毎日単語作るのが飽きてきちゃったからですよ。本当に。真面目にやっても再生されないんだから、もうこうやって説教するしかないでしょ、こんなもんね。そんなパソコンなんかスクショなんかしなくていいんだみたいな。ここに書き込めばいいんだつって。自分で調べたやつをここに書き込めばいいんだつって。どこに書き込むスペースがあんのこれ。しかもこっちは例文があるつっても、例文としてもね、なんか質悪くない？うん、こんだけって。うん。ビローの例文としてはこんだけでしょ？セールはビローイングでしょ？何これ？何これ？いつ使うのこんな。セールはビローイングつって。え？そんでも何も。語源とか調べることもなくね。例文とか調べることなくね。うん、こうやってこうパターンで閉じてね。で、こうひっくり返して、やることは何でしょうやることは何でしょうね。え？こうやって、スタバのカップを置いて、パシャってやって、インスタにあげるんだろ、どうせ。ね。そんで画像の説明欄に、今 SVL12 を攻めていますとか書くんですか？ほんとね。しかも腹立つのがさ、もう大体のこのインスタの写真がこう律儀にさ、こう、スタバのこの女神様をこっち向きに向けない？うん。こう、なんかもう女神様の顔の向きが見えてない時とか、そういう写真ないもんね。うん。わざわざこうやってこう顔をこうやって、顔、あ、ここに顔描いた方がいい？ほんとに。もう絶対こうインスタに上げるときこういうのをここに置いて、で、スタバのカップをここに置いて、で、わざわざスタバのカップをこうやってこっち向きに直して、ね。
ね。絶対こうだよね。こうとか見たことないもんね。絶対わざわざこうして、で、写真撮ってインスタ上げてさ。何あれ？もうそれを再現するためにわざわざこの絵を描いたんですからね。ほら、見てよ、ほら。見てるでしょ？ねえ。しょうもない。ねえ、しょうもないですよ、本当に。もう、で、あれだね、こう。こう、直にここにこう、マジックで描くのはちょっと気が引けたっていうね。うん、わざわざこう、描いて貼るっていうね。本当に。しょうもないですね、あんた、またね、あんたね。いや、これがまたね、私がね、TikTok で見つけた美人もこういうことやってたんですよ。ちょっと見てみようかね。こうね、TikTok でね、こうたまたまこう流れてきた、この星くるちゃんつって。もう俺こういう系統の顔が好きだからさ、あ、かわいい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 つって、かわいいかわいい見たい見たいつってこうやって置いて、こうやって見たいよつったらさ、こう、ね、ここで、あ、こういう勉強してんだなつって、うん。あ、でも写真も見たい、写真も見たいよつってこうやって押したらさ、こう、あ、インスタもあるっつって、わあ、ああ、星からちゃん、星からちゃん、ああ、つって、ほんと、ねえ、なんでって、なんで、まあまあ、インドネシア語をやってますはわかるわ、うん。なんでこう、そこにこう、トエックも勉強してますよ、アピールをこうするわけ。そしてなぜにこう、この向きをこっち側にこう、向けるわけ。もう意味わかんないでしょ、こういうの。うん、で、そして何？こういうのにどういうコメントしてんのかなと思ったら、ねえ、うちの親子も慣れとしたらしょうもねえつって、ねえ、うちの親子も慣れとしたってしょうもねえつってね、どういうコメントをみんなしてるんだろうと思ったらさ、こう、もしかしたらワンチャンあるかもしれないという男どものこの願望、男どもの淡い願いがたくさん込められてるね。なあこれ。個人的にはね、こういうの見ちゃうとちょっとなーとか思うじゃん、で、他見てみようっつってこうやって見たらさ、あ、かわいいかわいい、かわいいかわいい、っつって。ゴルフっつって。え、ゴルフっつって。え、ゴルフっつって。ゴルフかーっつって。こういう写真を上げまくる上にゴルフかーっつってね。で、なんかプロフィールから調べたら、ちょっとモデルをかじって、今は宮迫とか光が出してるあの靴あんじゃん。なんかロアンゴだっけ、ロンドだっけ、なんだっけあれ、あ、ロコンドだ、ロコンド、ロコンドの秘書やってますつってね。もうそんなん見ちゃったらもうドン引きですよ私は。おばかたこ、スモークピローズアウトオブザピローコーナー、枕売り場から煙が波のようにうねる、まあそうでしょ、この写真を見たらこうでしょうよ、ね、しかも枕ってよく燃えそうだしね、Smoke billows out of the pillow corner. Smoke 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 billows out of the pillow corner. でもこれあれだね、枕売り場をピローコーナーというのかっていうのがちょっと疑問だね、けど枕売り場翻訳とかやってもね、まあ、ピローセクションとかあるいはピローカウンターとか出てきて、いやその2つじゃないだろうみたいなね。いやでもなんとかコーナーっていうのは和製語かなみたいな、けど調べんのめんどくせえなっつって、だいたい枕売り場をどうやって向こうの外人が言ってるかっつうのは何、ネイティブの人に聞かないと分かんないでしょ。じゃあピローコーナーでいいかみたいな、てかそこまで厳密にやる必要あるみたいなね、で、このね、微妙なポイントとしてはね、煙が波のようにうねる、言わない、日本語じゃそういうの言わない、けど辞書には波のようにうねるって書いてあるっつってね、じゃあここもうちょっと工夫しなさいよっつったら、もうそれ英語じゃないだろ、もうなんか日本語の問題になるじゃんそれね、日本語力の問題になっちゃうよね、ここを工夫しろとか言われたらね。日本語で自然に言うなら、枕売り場から煙が、黙々と上がってるとかそんな感じ？けど辞書に波のようにうねるって書いてあるんだもん。でもまあこれをパッて見てどういう状況って言ったら、煙が黙々と上がってるだよね、煙が波のようにうねるとは言わないよねこれ見てね、
煙が黙々と上がってんなみたいなことでしょ、うん、けど辞書は波のようにうねるって書いてあるんだよね。難しいね、うん、こうやってそういう風にやるとどんどんこの元のなんつうの語気からこう逸れていっちゃうからね。だから実際の例文を見ろっつってんの。ビローサイト dailybeast.com とかやれっつってんの、ね、そしたらいっぱい出てくるっつって、まあやっぱこういう感じかみたいなね、うん、もう直撮りで失礼しましょう、ね、こんなもんね。もうやってられませんよ。毎日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 スクショ撮ってあげて、どうせ再生数80とかだろ、ね、Before the smoke began to blow out the window、うん、あこう使うのみたいな。 Fabrics and garments blow romantically、 どういうことみたいな。それを追求するにはここをクリックして全部訳しながら読むの、うん、そんなことするわけないじゃん、ね、あこういう使い方もできる。あ、below of tweet、ね、こうブワーみたいなツイートみたいな、うん、いっぱいあるよみたいなこと、うん、from the hotel's upper floors you could see smoke below on the horizon from air strikes とかね。で、smoke and debris belowFrom the falling tower. はぁ、あ、あ、もうわかんない。あ、もうわかんない。もう、なにこれ、なにこれ。もう飛ばそう。ね。The smoke, blow out of buildings とかね。うん、だからこれを見て、一応 from をやめて of にしたんだけど、みたいな。The blow of curtain. The blow of a curtain. だからこう、ふわふわみたいなカーテン。Feathers eventually blow and waft towards us. ね。waft、うん、も俺作ってるよ。うん、大体こんなもん。大体こんなもんですか？だから12件だからそんなに使ってないね。うん、もう12件で足らないとか言う人は、じゃあ今度はビロードとかにもしてみりゃいいじゃん。ね、あ、ちょっと増えた。56件。ね。Smoke billowed high into the air とかね。うん、Black smoke billowed upward in the distance とかね。うん、Smoke billowed とかね。だからこれを見て全体的に言えることは大体スモークとかフレームだね、うん、こんな使い方あんましてないね。 Has got blowed out in the breeze とかね、うん、ましてやこんな It sails were blowing なんていう使い方なんてもっとしてないね、うん、でももしかしたらここを本当にビローウィングにすればそういうのがいっぱい出てくるのかもしれないね。やってみよう。でもやっぱスモークじゃん、ちょっとハイライトする、うん、スモークスモークPicture and videos on social media from the scene showed billowing smoke. これもスモークじゃん。ね、Great billowing dress. うん、でもやっぱり fire and smoke billowing でしょ。ね、なんかいいのある？With a flash of light billowing smoke とかね。Billowing smoke into nearby village とかね。Billowing black smoke とか。全部スモークじゃん。ね、何セールとか言って、これもう全部、これ全部スモークじゃん。ほらビローイング、あ、かろうじてビローイングスカートは使う、でもやっぱスモークビローイングだね。もうこんなんちょっとやればさ、腐るほど例文出てくるのにさ、もうどこぞのアホはさ、もうひたすらこれと赤シートでしょ、うん、もう勘弁してほしいよね。そんでこうパターンと閉じて、でこうスタバくるっとこっちやって、でパシャって取って、で上げるだけで俺よりもフォロワー数が多いっていうね。なんでよそれ。 Smoke billows out of the pillow corner. Smoke billows out of the pillow corner. Smoke billows out of the pillow corner.